どうも皆さんこんにちは、川島隆博です。いつもご視聴ありがとうございます。今日なんですけど、ちょっと撮影の雰囲気全く違うと思うんですけど、まあサブチャンをねいつも見てる人だとこの場所はねわかると思うんですけど、ちょっとヒーターのね雑音が入るので消してみます。はい、という感じで今日はねもう雑談でラジオ感覚で聞いていただければと思います。まあウィズマネージャーということでね。おはようございます。おはようございます。まあネタがないので、まあなんかね、もうすぐ4月に入るということで、新生活であったりとか、まあ、環境が変わる人も多いと思うんですね。もちろん3月で卒業して4月から社会人とか、あとは受験に受かって大学が始まるとか、まあそうじゃなくても結構春っていろんなね、区切りになるようなシーズンだと思うんですけど、まあその中でね、僕もまあ34年間生きてきて、まあいろんなね、区切りがあったんですが、まあその中でもね、僕の人生を変えたって言ったらちょっと大げさなんですが、やって良かった趣味であったりとか、物アイテムゲットして良かったものとか、まあなんか3つくらいあるので、それをたらたら喋っていこうかなと思います。結構なんか友達だったりとか、あとは後輩だったりとかから趣味がないとか、あとなんか視聴者さんとかから同じようにね、こういい趣味ないですかねみたいなだったりとか、コメントだったりとか DM いただくことあるんですけど、なんか周りから見て僕結構多趣味というか、なんかそういうことよく言われるんですけど、何をやってても楽しいんですね、ぶっちゃけると。なんですけど、まあその中でも自分がねやって良かったことだったりとかあるので、ちょっと3つご紹介させていただければっていうところで、まあ新生活であったりとかね、環境が変わって何かを始めようかなであったりとか、新しい趣味を取り入れていこうとか、何か新しいアイテムないかなとか、区切りにしたい人もいると思うので、まあそんな方のね参考になればと思います。まずはマネージャーからね、人生で買ってよかったものとか何かありますか？あー、でも僕は、まあ、何個かありますね。1個はやっぱりカメラじゃないですか、ね、あ、まあ、この、まあ、今働いている会社に入るきっかけになったのもカメラだと思いますし、学生時代の思い出をやっぱ切り取ってくれたのもカメラだったので、まあ、全部カットでお願いします。なんで結構カメラは大事ですね、自分の中においては。それで言うとね、僕も3つご紹介しようと思ったうちの1つがね、まあ、カメラなんで、まあ、それに付随してちょっとお話ししていくと、結構カメラを趣味にされてる方も多いと思うんですけど、まだねこう敷居が高いとか、やっぱそのいいカメラ買おうとしちゃったりとかすると高かったりとかすると思うんですけど、まあ、安くてもね、あと iPhone だったりとかでもいい写真撮れたりとか動画撮れたりとかするので、もう本当におすすめで、僕のなんだろう、人生の中でなぜカメラがそういう風に良かったアイテムかっていうと、直近のことを言うと、こういう風に YouTube だったりとかの撮影をするときにもカメラを今使ってるんですけど、やっぱりね自分のスキルになる部分っていうのもあるし、思い出に残せるであったりとか、まあ、その人を撮った時にはね、その思い出と一緒に残ったりとか、特に動画なんかは情報量が多かったりとかするので、さらにね写真よりも多くの情報なんかが取り入れられるんですけど、まあ、それを含めても写真も映像もすごくやっぱり思い出であったりとか、記憶を残してくれたりとか、その時の感情が蘇ってくると思うので、すごくいい趣味なのかなっていうふうに思います。あとはそのリアルなことを言うと、なんだろう、今こういうふうに YouTube であったりとか、まあ、Instagram とかいろんな SNS があると思うんですが、そういった時にもねやっぱ役立つスキルだと思うんですよ。なんで僕がね、まあ、人生変わったって言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、まあ、YouTube だったりとかでね、ファッションとか結構多めにやってはいるんですけど、やっぱり映像凝ったりとか、まあ、写真をしっかりと撮ろうであったりとか、まあ、そういう風に心がけていってる。スティーブ・ジョブズじゃないけどさ、なんかそもそもカメラなんか全くやったことなかったり、独学で僕は全部学んでやって、まあこういう風にファッションとかも好きだったから、まあそれがくっついて今 YouTube をやっているみたいなね、奇跡的なこともあるので、将来役に立つから何かをやるっていう感じでもなくて、興味があるんだったらやった方がいいかなっていう趣味です。だし、今時代に合ってるのかなっていう部分もあるので、すごくね、映像編集のスキルであったりとか、また撮影のスキルだったりとかっていうのは学ぶというか、楽しみながらやれることだと思うので、僕的にはすごくおすすめです。なんでね、1個目はカメラ。まあ、なんか多分撮影する人とさ編集する人って別々なのが普通だと思うんだけど、僕は両方やってるので、だからこそこういう風な YouTube とかで映像編集しながら撮ってっていう感じで、基本的にはね一人で撮り始めたのが最初だったんだけど、面白いからやってるっていう感じです。あとはね、そのうちレンズ沼とかハマったりとか、まあ、マネージャーみたいに、ね、バカみたいに高いものを買おうとしたり、いろんなね、ハマり方があるんですけど、まずはその iPhone でもいいと思うし、あとは中古で本当1、2万とかのコンパクトデジタルカメラとか、あとはフィルム映るんですとかでもすごく楽しめるものだと思うので、なんかね、この春から新しく趣味を始めようであったりとかっていう人にはすごくおすすめだと思います。女の子とか誘ってちょっと写真撮らせてよっていうナンパの仕方もあると思う。いろんな人と出会えると思います。
結構ね、内向的な趣味だと思われるかもしれないんですけど、やっぱ人を撮るときにはコミュニケーションが必要だったりとかするし、でないとさ、笑ってくんないじゃん。こっちがヘラヘラしてると、あっちもヘラヘラしちゃうとか、そういうのでね、やっぱ表情とか変わってくると思うので、まあ、そういうコミュニケーションスキルもつくと思うので、僕的にはおすすめです。なんで1個目は、カメラ。で、二つ目。まあ、人にはおすすめできるかって言ったら、そうでもないんだけど、まあ、僕の中でやってよかったなって思ってることは、やっぱスケートボード。中学1年生くらいからやって、まあ、25歳くらいまではある程度本気でやっていたので、まあ、それで海外に遊びに行ったりとかもして、まあ、すごくね、なんだ、10年以上人生続けられるものってなかなかないなっていうふうに思ってるので、まあ、それくらい好きなものになります。そのトリックの難しさとか、成功した時の快感とかもいろいろあるんですけど、まあ、その、楽しさってところももちろんおすすめポイントであるんだけど、役に立つそのライフハックっていう観点で言うと、今こう三脚を置いてるテーブルとかがあるんですけど、普通の人からしたら物を置くところであったりとか、花壇とか階段とかはさ、花壇は花が生けてあるとかさ、階段とかはまあ登ったり下がったりする場所っていうのがあると思うんですけど、僕とかそのスケートボードやってる人だと、階段とか飛ぶとか、じゃあこういうテーブルだったらノーズ引っ掛けてスライドするとか、まあ、グラインドするものとかっていう観点で街を見ちゃうの、やっぱ。だからなんか、なんだろうね、その観点が俯瞰的にいろんなものを見れるようになる練習にもなるのかなって。なんか前にブーツでご紹介したそのマックス・シャーフさんとか、今ブーツとかもプロデュースしたりとか、バイクのビルダーやってたりとかするんだけど、やっぱ多趣味、そのいろんな観点でものを見てるから、やっぱいろんなものが取り入れられるのかなっていうのがあって、さっきのカメラの観点もそうなんですけど、カメラを持ってこう街を歩いてると、普段何気なく見てたものが、じゃあ被写体になってこれ花撮りたいなとか、花をこうずっと見ること多分あんまなくない？普通だったらないです。好きな人だったらね、あると思うんですけど、なんかね、カメラとか持ってるとそういう風に見ちゃう、みたいな感じで、スケートボードやってると、やっぱりその物を見る観点っていうのがすごく変わったのかなっていう風に思ってて、でももちろんその海外に行けて、スケートボードでコミュニケーションが取れる、その英語が全く喋れない状態で僕は行ったんですけど、やっぱスケボーのトリックはある程度できて、トリックバチン決めた後に、ヘイみたいな感じで喋りかけてもらうこともできたし、それで友達もできたしっていうのは、やっぱスケートボードやっててよかったなっていうふうに思うので、まあそういうふうなね、ただ単にスポーツとして楽しいっていうのはもちろんあるけど、物をいろんな角度で見れるようになったっていうのと、まあコミュニケーションであったりとか、その普段出会わない人だったりとかと仲良くなれるとか、多分マネージャーもスケボーパーク一緒に行った時にさ、なんか俺勝手に他の人と喋ったりとかさ、してましたよね。年齢も多分10個以上、下手すら20個くらいしたのさ、子たちと一緒にトリックを練習したりとかしてたと思うんだけど、やっぱそういう風なコミュニケーションを取れることって普段の生活だとあんまりないと思うんだよね。普段俺らだってコンビニの店員さんくらいしかさ、喋れないじゃん。プロいりますかみたいな感じになっちゃうと思うんだけど、まあそういう風にね、その自分の環境を変えたいとか、こう新しい引っ越してさ、東京に来る人とか、まあ地方行く人、海外行く人いっぱいいると思うんですけど、そこで友達がいなかったりとかするときに、やっぱりね、そういう風なスポーツだったりとかは、こう友達を作りやすいのか。まあね、こう SNS の時代だからやっぱ、友達募集みたいだったら来るのかもしれないけど、まあまあ、なんかね、面と面を向かって、で、しかも同じ趣味っていうものを持ってて、やっぱり、ね、すごくね、コミュニケーションも取りやすいし、友達仲良くなりやすいっていうのもあるので、僕的にはすごくね、まあ、スケボーに限ったことではないと思うんですけど、おすすめです。なので、二つ目はスケートボード。僕の中でもかなり人生のバックボーンを作ってるって言ったらね、かっこいい言葉になっちゃうんですけど、やっぱね、こう、いろんなものをいろんな角度で見ようっていう観点の一つにはなってると思います。で、ラストなんですけど、これはね、趣味とかそういったものではないんですけど、僕の中でやっぱりファッション、洋服はね、自分の人生の中でもやっぱりすごくね、アクセントになってるというか、おしゃれっていうところもそうなんですけど、やっぱ洋服だったりとかに興味を持ち始めて、洋服っていうものをおしゃれしようみたいな心がけっていうのはすごく人生が変わったのかなと思います。洋服に興味を持ち始めたのは多分、高校生、中学校の時もそうだったもんな。まあ、中学校なんて全然そんなおしゃれでもなんでもないし、高校入って自分でアルバイトして古着屋に5000円握りしめていくとかあるじゃん。あー、懐かしいですね、 その時代は。だからなんかそういう時から始まってたんだけど、これもね、洋服は洋服でもなんかエピソードが俺もあって、なんだどれも一緒だろうみたいな観点もあると思うんで、もちろんそのじゃあ1枚の T シャツとさ、じゃあ正の T シャツ横にあったらさ、同じ無地の白 T だったら変わんねえだろうみたいな人もいると思うし、僕ももちろんそういう風に見る時もある。だけど洋服に気を使ってよかったというか、アパレルで働いてよかったからっていうのもあって、なんかバイト探しでアパレルやろうってしてる人、まあ給料安いからとかいろいろね、難しいところもあると思うんですけど、僕はアパレルで働いててよかったかなっていう風に思ったんです。ちょうど21だか2だか時にその
洋服屋さんで働いて、で、まあ、畳とかさ、まあ、そういう技術なの、あれは技術か分かんない、まあ、そういうのもできるようになったっていうのももちろんすごくありがたいところではあるんですけど、その当時のスタッフ、店長さんであったりとか先輩スタッフの人たちに、まあ、結構厳しい人たちもいて、全然いい人なんだけどね、T シャツとかも自分なりには綺麗に畳んだんだけど、あんまり綺麗に畳めてなくて、置いてあった時に、まあ、その時の先輩に、これじゃダメだよって、で、まあ、その時の T シャツが9800円とかがザラのブランドにいたんで、物の価値をつける行為というか、すっごい簡単な例えをすると、同じジョッキのビールがあります。1個は水でビチャビチャに洗いたてのジョッキで、泡も何かもキメが粗くて8対2とか7対3じゃない状態で、もう泡少ない状態で出てくるビールと、ジョッキキンキンです、泡ももう完璧な比率でキメが細かい状態で出てくるビールですって言った時に、原価は一緒じゃん、一緒だけど、じゃあ値段、例えばじゃあ同じ800円で売ってますって言った時に、お客さんの反応違くない？ムカつくじゃん。合わねえし。そう、合わねえしって。で、なんかそういう感じで、その、アパレルのスタッフやった時に、俺たちは何をするのかって言った時に、やっぱ商品価値をやっぱ高めるじゃないけど、同じね、T シャツで1000円で売ってるものもあれば、うちは9800円で売ってる。じゃあ、綺麗に畳んで、綺麗に陳列して、そういう風に見られるものにしないといけないって言われた時には、確かにそうだなって。だから何かをやるときにも、その価値を高められるのはやっぱ人の部分だと思うし、やっぱそういうふうに存在価値をしっかりと作んないとなぁであったりとか、だからよく言うじゃん、身だしなみしっかりした方がいいよとか。で、それって人にも言えることじゃん、その、じゃあ、フケついてるよとかさ、ホコリついてるよとかさ、黒い T シャツ着てるそれの人とさ、全然シワもなく綺麗な T シャツを着てる人がいたらさ、全く見られ方というか価値が変わってくると思うんだけど、なんかそういうことも学べたのかなっていう。ね、やっぱり洋服だったりとか、こういう風に紹介してる YouTuber にも今慣れてるっていうのは、やっぱそういうところの経験であったりとか、そう、なんかね、白の T シャツ、無地の T シャツバッて出されて、これのいいとこ10個すぐ行ってみたいなとか、そういうのもやらされたのよ。そう、言えないじゃん、普通だったらね、ベラベラ僕も喋ってますけど、いいとこ見つけようであったりとか、そのいろんな角度で物を見ようみたいなのもそういったところで鍛えられたし、まあね、もうリアル的なところで言うと、やっぱりこういう風なファッション系 YouTuber として、まあ、こういう風に映像をね、こうただ単に喋ってるだけですよ、だけなんですけど、こういう風に見てくださってる方たちとつながることができたりとかしてるので、こうおしゃれとかこう洋服だったりとかにこだわって、なんか、まあ、洋服に出会うことができてよかったなっていう風に思います。じゃなかったらやっぱこういう風な YouTube もやってなかったと思うし、なんか全部つながってるはつながってるんですよ。いろんな観点のものを見るとか、まあ、映像を撮ってるのカメラの知識があるからある程度綺麗な映像を作れるとか、ファッションとかもね、好きだからこういう風に情報発信ができてるっていうのがあるから、今この状態というか、今この時この僕の年齢で今やっててよかったなとか、人生変わったのかなっていうのは、この3つがすごく僕の中で構成してる3つだと思うので、また関係ないんだけどね、3つと全然関係ないけど、一応つながっちゃいるっていうところなので、こうなんか新しくね、4月から趣味でやったりとか、まあ、興味を持つものを増やそうかなっていう方にとっては、今僕が言ったものを見て全部やれなんて全くないと思うんですけど、やっぱ少しでも興味があることであったりとか、なんだろう、楽しそうだなって思うものに手を出してみて、よく言うじゃん、趣味ないんですよとか、休みの日何してんの、寝てます、でも俺も寝るけど、でもやっぱりこういろんなものにすぐ興味を自分は持つし、探求してやろうみたいな心がけがあるんですけど、何よりも行動を起こすっていうことがこの趣味を持つことにもつながると思うので、全く興味がないことでもちょっとでもかっこいいかもとか、そういう感じでいいと思うんだよねっていう風な観点で、なんか新しいね、新生活とかを彩ってみるというか、やらないよりもやった方がいいし、やって後悔することだってほぼないと思うんだけど、まあ、やらなくて後悔するよりもやって後悔した方がいいじゃんっていう感じなので、まあ、僕のね、人生を変えた3つのアイテムで、アイテム3つの趣味みたいな感じのお話になりました。なんかやった方がいいよね。特に今大学とかか入学してもオンライン授業しかないとかで、友達にもなれないというかさ、そういう人がいると思うから、何かこう自分の時間がね、その分多くは確保できてると思うから、何か新しい、じゃあ音楽をやってみるとか、音楽スクールとかに通うでもいいと思うんだよね、うん、そこにいる他の生徒さんとかと仲良くなれるかもしれないし、またね、英語が興味があるみたいな、海外に興味があるんだったら英会話習ってみるとか、この先生と仲良くなるとか、いろいろあると思うし、その英語を使って海外に出かけた時にまた友達ができるとか、まあ、いろいろね、繋がってくると思うんですよ。で、やっぱこの4月からね、心機一転でなんかやろうっていう行動に対するこのきっかけのシーズンではあると思うんだよね。4月からみたいなのがあると思うので、何かね、こう社会人になって寂しい毎日を過ごしてるとか、大学入ったけど友達いねえんだよみたいな、アラサーだけど仕事と寝ることの毎日ですみたいな方にね、ちょっとでも響けばと思ってこんな動画を撮ってみました。はい。
まあこんな感じの雑談系のね動画もたまーには出そうと思うので、なんかお題が出るまあまあでもいいですね、春ですね、やっぱ春なんでね、まあ、夏なんでねっていうことっていう感じなんですけどね。まあ、今回の動画がね、よかった。参考になった。なんないと思うんですけどね。まあ、こんな感じの動画、まあいいでしょう。みたいな方がいたら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた、次の動画で会いましょう。バイバイ。